違いの僕らが夢を追いかけるのは芽を出した好奇心の種が空を目指すから色とれ理研テクノスプレゼンツ。今日は法政大学法学部国際政治学科4年の市場翔樹さんにお越しいただきました。市場さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、すごいですね、見た目が。ありがとうございます。何をイメージしたものなんですか？この帽子とこの服は、はい、僕初めて、インドに一人旅に行った時に、もらったもので、僕そのインドの、孤児院で、運営のサポートをしていたんですが、そこでこういろんな子どもたちに夢と名前がここには書いてあるんですよ、実は。はい、でそんな市場さん今どんな活動されてるんですか？はい、そうですね、NGO カタリストという団体を立ち上げまして、僕国際協力だったりとか、旅だったりというのを通していろいろ国を見てきたので、中学校や高校で、授業という形で国際訪問授業という形で、授業しております。ちなみに市場さんは、はい、どのぐらいの国を回られたんですか？そうですね、そもそも僕生まれたのが、タイのバンコクなんですよね。中学校2年生の冬まではインドネシアに行ったので、そこでこうすごいこう途上国に興味を持っていて、で大学入ってからは世界12カ国ぐらいを、まあ、僕自身国際協力に取り組んできたんですが、でも僕の体一つを使って世界を変えるっていうのは、まあ、すごいこう無理だなと思ってて、国際協力をする人がもっと増えればいいなと思ってまして、グローバルな志を掲げる学生さんを毎月20名お呼びして、でそこでこう夢を語り合って夢が目標に変わるような瞬間を作っています。この夏に無人島でリーダー育成プログラムをします。そんな市場さんの夢は、多くの学生に世界へ羽ばたくきっかけを与える学校を作ること。その夢のルーツは講演活動を続ける中で感じたといいます。例えば1日30人のクラスがあって、それを2回講演するとしたら、例えば日本人の全員に話を届けようとすると613年かかっちゃったっていう計算がなって、これは足んないやと思って、じゃあ僕がこれ一人でやってるから要は613年かかっちゃうんだなと思って、じゃあこれ僕と同じように僕は東京で話して、その時を大阪で話してとか、同じ話をできるというか、国際理解の話をできる先生がもっと増えれば、もっと子どもたちに関心を持ってもらって、で自らこう例えば高校生だったとか大学生になった時に話聞いて本当かなって言って海外に行ったりとか、国際協力に興味持ったよっていうような、人を作っていくって形ですね。オリジナルの先生と、あとオリジナルの教科書が、出版できるなと思っているので、その2つが揃った時に学校を作ります。昔でいう吉田松陰みたいな形で、こうグローバルリーダーを輩出していくような。今回の夢は、世界の次世代開拓者に無限の可能性が開花するきっかけを与えるでした。次回はどんな夢に出会えるのでしょうか。科学の力のチャレンジメーカー、理研テクノスがお送りしました。